オレンジ共済組合事件とは、友部達夫元参議院議員の政治団体が運営していた共済団体が起こした詐欺事件。友部は逮捕され、裁判の結果懲役10年の実刑判決が確定して失職した。オレンジ共済組合の看板と事務所あと1992年より、オレンジ共済組合は、オレンジスーパー定期という年6から7%もの。 配当を謳った商品を出し、約93億円もの資金を集めた。しかし、資金の多くが、友部べの選挙費用や、政界工作費、借金返済や遊興費、あるいは、組合専務理事だった妻、次男らに私的に流用された。典型的な自転車創業型の投資詐欺であった。その結果、 事件の発覚した1996年に同組合は倒産し、組合員にほとんど金は支払われず、大規模な被害をもたらした。1997年、現職参議院議員の友部は、参議院で逮捕許諾決議案が可決され、逮捕された。逮捕後も友部は議員を辞職せず、無罪を主張していたが、 2001年に、懲役10年の実刑判決が確定したため、参議院議員を失職した。オレンジスーパー定期の他に、オレンジ共済、オレンジ介護共済などを運営していた。オレンジ共済組合は、出資法違反でも捜索を受けている。これは、銀行などのように法律で許されたもの以外が、号として預かり金を受けると出資法違反になるからである。ともは、 オレンジ共済組合の問題点が表面化した1996年11月の時点で国会議員であった。院内の秩序を乱した場合を除き、有罪確定前の議員を強制的に辞職させる規定が存在しないため、友部に対しては議員辞職勧告決議が可決されたが、法的拘束力がないために辞職を拒み、議員の地位に止まった。2001年5月に、 実刑判決が確定したことによって、友部べは議員を失職するものの、逮捕後、約4年間議員に在職していた。友部べの失職によって、新進党の比例名簿により、金石清志前が繰り上げ当選となった。規定とはいえ存在しない政党から当選するという、制度に対する批判があった。逮捕後から2001年5月までの、約4年間。 国会議員として活動できないにもかかわらず、国会議員の地位にあり、合計1億6000万円の歳費を受けた。ただし、この歳費は大部分は、被害者らに差し押さえられた。組合の専務理事だった次男は、同容疑で逮捕され、懲役8年の判決を受けて服役し、後に出所している。新進党の衆議院議員だった。 萩野後期は1997年、党がこの事件で高党の責任を果たさないことを理由に離党届を提出したが、新進党は萩野が比例選出であることを理由に離党を認めず、両者の対立が続いた。しかし、その年に新進党が回答したため、萩野は自民党入りした。かつて年金党から1989年の参院選に、 立候補したフリーアナウンサーの酒井博史はこの事件以降メディア出演を控えるようになった。また同じく立候補した女優の清川二次子は記者会見で騙されたと号泣した。ありがとうございます。